はい、こんにちは。マーチャンネル前原です。はい、三色マーカーチャレンジ、今週もやっていきましょう。はい、今回見るのはこちらですね。おい、ミニオンのボブと、デュエルマスターズの切り札、ジョーですね。うん。はい、これをですね、二人で塗っていきたいなと思います。はい。はい、じゃあまず、エーシンクの一色目は、これだ。ピンク。はい、私の一色目は、薄グリーン。薄緑だね。薄緑。じゃあ僕の二色目は、これだ。黒一番きついね。私の2色目はこれだ。うわ、クリーム色だな。クリーム、うわ薄い。エシングの3色目これだ。肌。私の3色目はこれだ。うわ深緑、渋いやつ来たパパの最後。はい、で今回もこのルーレットに従ってやっていきたいなと思います。エシング君、じゃあお願いします。何が出るかな。さあ、何だ。何、2色目が星マーク。2色目が星、うん、前と一緒だね。はい、じゃあ私いきますね、はい、トン。何、3色目がストライプ。3色目がストライプ。僕はピンク、ブラック、肌色でミニオンのボボを塗っていきたいと思います。はい、レイジン君は2色目が星マーク、ね、うん、はい、はい、じゃあ私はこの薄緑、クリーム色、深緑でデュエルマスターズの切り札ジョーを塗っていきたいなと思います、はい、でパパはこの3色目、うん、これがストライプだね。はい、はい、じゃあ早速塗っていきましょう、さあどうしようかな。パパ、うん、薄い色が2つあるからな、うん、ジョーってさ、ここ黄色だよね。そう、うん、黄色だよね。 TM ってとこは黄色だよ。だからグリーンにしよう。よし、ブラック塗っていくぞ。最近デュエマやってないですね、こちら、うん、あのツインパクトカードが出てから全くやってないんだね。そうだよ ね、 ちょっとね、ドラゴンが出てから急にやんなくなったんだよね。そう、やんなくなったって。このパックも買ってないんだけど、ちょっと忙しかったりね、タイミングが悪かったりってことで、うん、なんかできてないんだけど、うん、ちょっとやばいなと思ってて、そのツインパクトカードを理解してないからさ。ツインパクトカードってあれなんだってね。まあ、同時でできるわけないんだってね。あ、だから2つどっちか効果が使えるって感じなんでしょ。そうそうそう。で、呪文だったら終わったら墓地に置く、うん、チャージャーとかだったらまだだと思うんだけど、で、うん、その上にクリーチャーが書いてあるから、そのクリーチャーを召喚することもできる、うん、で、その後インパクトカード2枚やったら、うん、まあ、両方できて便利って感じだね。やばい、パパこれストライプだった。線だから濃い色でさ、こう髪の毛とか目塗ろうかなと思ったんだけど、できねえじゃん。塗る範囲がさやばいやばいやばい、最高に面白いこと思い出してしまった。え、ビアナーナ、ビアナーナ、ビアナーナね。この間パパがドンキーコングで言ったビアナーナ、あれ爆笑したね。 A ちゃん一人だね、うん、パパも爆笑したから。 A ちゃんに釣られて爆笑した、うん、ミニオンは黄色だもんね、うん、まあ似てるからいいでしょ。ちょっと熱くなってるミニオン、まあ、日焼けしてるミニオンと思ってそうだね、ちなみにですね、パパは今日初めてそのミニオン描いたんだけど、うん、ミニオン全く知りません。パパ、一回映画見たことあるんじゃないかな。パパない、一回もないです。え、車の中で確か DVD で見た気が。ないない、パパ見てない。え、パパ本気に見てない。まさかの、パパ見てないはずじゃあ、見てない。いやいやいや、見てない。知ってるは知ってるでしょ。え、スマホでミニオンのアプリがあるから。いやいや、やったことないですよ。え、いや、ミニオン知ってるよ、うん、ミニオン知ってるけど、え、何も知ってるけど見たことない。いや、見たことがないね。わかんない。ストーリーが？ストーリーもわかんないし、キャラも正直知らない。それはボブだってのは知ってるけど、うわー。まあボブのさ、両目の色が違うの知ってる？あ、見たいね。見たいねっていうか、その緑と絵描くときにわかった。それ、うわー、やべー、色がすごいにじむ。このうわぁ、まずい。ジョーがやばいことになってる。すごそうだね。ジョーが
ダーンってがっかりした感じになっちゃったぐらい。やばい。この前ディズニーシー行ってきましたけど楽しかったですか？うん、めちゃくちゃ楽しかったです。うん、どうですか？障害層でカード引いたら同じやつが2回出て、練習の時に本番は違ったんだけど、すごい。本当はまあショートカットできるやつがあるの、そのカード引きたかったんだけど引けなくて、まあ僕のコースの中にショートカットしてる人いなかったからよかったと思った。ショートカットってカードもあるんだ。うん、あ、それだったら、まあでもね、その後1位になることがあるんだ。ショートカットは廃止されて。なんでだけど、も何もやらなくてそのカードを置いて通過するっていうのはショートカットの代わりになった。だから何もやんなくていい、カードを置く。まあちょっとね、本当は土曜日にね、うん、運動会の予定だったんだけど、運動会がやってくれるとまたちょっと違う感じだったのかなと思うんだけど、うん、別のところに行けた可能性もあって、そう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 、なんだけどちょっと分かんなかったから、うん、急遽、ま、当日じゃない、前日か、うん、に予約したんだよね、うん、ラコスター。もうこんな感じかな。あ、できた。おおおお、いいじゃん。あ、やばい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 。よし、こんなもんかな、うん、できました。はい、はい、ということで完成しました。イエーイ、完成。じゃあ細かく見ていこうか。うん、僕は塗ったのはミニオンのボブで、うん、ちょっとこのやっぱ2色目に星っていうのが出たから、うん、黒で星を塗ったらちょっとかっこいい感じにもなった。あー、そうだね。うん、でピンクと合わせていい感じにして、うん、肌オレンジ色かな。そうだね、オレンジ色。これで塗りました。肌色がオレンジだったんだね。うん、このオレンジで塗りました。で、ちゃんとボブらしく何右目と左目色変えてあるのね。そうそう、素晴らしいじゃないですか。名前は日焼けボブです。日焼けボブね、ちょっと濃いもんね。うん、はい、私が塗った切り札女王でございますね。うん、全体的にかなりグリーンでしたね。うん、クリーム色だと思ってたこれが結構グリーンでした。うん、なの で、 いいでしょ。そう、かなりグリーングリーンだね、これ。そうだね。グリーングリーンだけどね、グリーン濃い緑色、これがストライプだったので、あらゆるところにストライプしました。本当だ、あらゆるところに。そう、あの髪の毛もそうだし、口の中とかね、うん、ここにも一応したんね。そう、ズボンとかね、うん、結構ストライプにしました。はい、まあ、見た感じでもかなり草だね。うん、草っぽい感じになっちゃいましたね。うん、名前は何ですか？名前はですね、グリングリーンジョーです。はい、ということで今回ですね、3色マーカーチャレンジ1週間ぶりにやってみました。うん、毎週最近やってるね。そうだね。うん、で先週で前回あのネタがないということで、うん、あのコメントをいただいてね、うん、その中のミニオン、そしてデュエマを取り入れて今回は描いてみました。はい、またですね、何かリクエストあったらですね、ぜひあのコメント欄の方にお願いしますね。お願いします。はい、あの前も言ったけど実写系は無理。あの、はい、ビルドとかね、うん、あったんだけどビルドちょっと無理。無理無理。うん、あ、今週もですね、こちらの方にアンケート用意してますので、どちらの塗りが良かったのかぜひアンケートをお願いします。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のスム動画いつもとこん出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこの時からよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。